実は私、最近事件のあった場所の近くに住んでいて。クールの。私、そういうのすごく苦手で、思い出すと今も震えが止まらなくて。悪さばかりのうっとべっか、今日も穴あけ。僕はいつも傍観者だ。これでも小学校の頃は遊びに誘われたりもしたんだけど、それを断ってたらこうなった。何もすることがない僕は日記をつけるのが趣味。こんな雨の降る放課後だったそうよ。女性の先生が階段の踊り場から転落して亡くなったのは。当時の校長先生は学校のことをまるで。悪いけど、女だろうが子供だろうが仲間を傷つける奴は容赦しねえつもりだからよ。ひなみだよ。どうしたのその格好。十日お姉ちゃんにいろいろ借りたの。これからヨモさんとお出かけ。お出かけ？ヘタレのお家を買いに行くの。